はい、ということで皆さん、今実はね、もう隠れて OP、ナミルシアンの再来と言われております。こちら、ルシミリ、やっていきましょう。ルシアンってね、味方から何かしらのその強化とか、まあ、シールドとかを受けるとさ、まあ、ダメージが増えるわけ。次のオートラック。で、ミリオって、めちゃくちゃその、それをね、トリガーできるんだよね。E は2回使えるでしょ。まずそれで2回。で、W 使った時とその後確か2回で、計5回ね、このパッシブをトリガーすることができるんだよね。ね。で、突破オートラック。いいね、これ届くのいいな。うわー、俺フラッシュ遅かったかな。うわ、ダメージすごくね。ダメージなんかおかしくない？なんか、まあ、実際ミリオの追加ダメージ結構強いんだよな。ダメージやばっ。すれ違いになったわ。おお、まえやばいかも。あのさ、このダブルでさ、ミリオンのパッシブとルシアンのパッシブでとんでもないダメージ出てる感じないか。これその今までのロールの感覚ってのがあるわけだけど、なんかねおかしいんだよね。そこを超えてきてる。なんか3歩ぐらい超えてきてるんだよね。なんか段階があるね。段階が、やったー。いやー、なんか強すぎない？なんか強いなマジで。まあでも、まあ理論はわかるんだよ。理論はわかる。ルシアンのパッシブがすげえ回って、ミリオンのパッシブも、まあ、一瞬で消化されてってのはそれはわかるんだけどさ、すごいよねダメージが。まあ、実際統計サイトでもね、ミリオと一番相性がいいチャンピオンってね、ルシアンなんだよ。やってみ？ MSI でピックできるんだったらミリオが全然出てくると思うよ。これめっちゃ強い。連戦あ、これ来たな。わあ、俺下手くそ今の。マジゲールフォース反応できないってマジかよ。下手だわ今の。ん、エンジョルダメージで死ぬ。いやマジで下手今ね。グラガスベートしてゲールフォースでかわしたかったんだけど、俺が下手すぎて死んだ。不満しちゃったら今のはキルでしたよ。ナイス、うまい。めっちゃうまい。うまいって思ったらかわせなかったらしい。いや、みんな ADC ってのはタンクですから。集団戦が終わった時体力がミリだったらその集団戦うまくやったと思っていい。マジで。まあライフスティールで回復する分についてはしゃあないけど、敵は ADC 狙ってくるだけら来るわけだから。炎上ダメージで死ぬんじゃない。あ、レンジのみ
レンジ伸びたのに感謝です。まあチンゲールフォースもあるし、ちょっと限界また目指せるんじゃないかな。まずグラガスのウルトを投下します。皆さん、オッケー、オッケー、いいねー。でグラガスがね、大体どの辺から来るか分かってればね反応しやすいんだよな。これ意識するの大事。反応速度が良くなる。反応速度悪くてかわせないって人も意識しとけばかわせる、なんだかんだ。あと場所が分かってればね、そのチャンピオンの場所が分かってればまあ大体かわせる。ルシアンはパッシブがあるからすげえ相性がいいんだよな。ルシアンのこのパッシブ、追加で73ダメージ与えるっていう、このすげえ強いパッシブ。しかもこれ732回与えるってことだね。で全てのオタラックが多分ミリオミリオルってかね、全部のオタラックにこの追加ダメージが入ると思ったらいい。だからとんでもないダメージが出る。もうレンジアップ気分良すぎだろ。読んでこないのこれ。うわーかくそ。今ねこれはね、いいフラッシュをね予測しなきゃいけないんだよ。グラガスがの国に E を打った時点で俺はフラッシュしなきゃいけないんだよ。これもねグマ牛だったらねかわしてるね、間違いなく。もしかしてミリオってさ、バロンもめっちゃ速い？ミニオンにあの追加ダメージ入るし。触ってみる？俺スキル回し終わってんだマジで。早っ。死んじゃうねぐらい早いけど。おっ、いじめられてる。うざいって。オッケー、ナイス。エンドあるんじゃないこれ。エンドはないか。俺当たってないの？もう完全に俺の思ってたのと逆の方向にさ、あの Q 打たれたから、あー当たったわって思ったけど、多分グラガスいると思うんだよな。いないか。いたね。おお、ナイス。よし、今のはねよかった。今のねグラガスをちゃんとベートして、わお、グッダメージ。 GG かな。 GG。 いやー楽しかった。GG。 いやミリオマジで相性いいよこれ。やばいよこれ、このディオマジで強いぞ。みんなやってみ。GG。これ隠れ OP かもね。まだみんなバレてないでしょ、これ。